皆さんこんにちは、バロです。シビライゼーション6嵐の訪れ、スコットランド文明編、続きをやっていきたいと思いますと、前回アルセデナードベネチア、絶対間違えてんな、世界遺産がねできたところで終わりましたね。アルセナーレディベネチア、よし。そんでピープルス、目者が入って、宗教ポイントが溜まっているのって、溜まってなかった。はい。とりあえず、時間を進めていこう。何はともあれね。ちょっと実はね、時間が経って、忘れちゃっているところとかが結構あるんだよね。まあいい。ちょっと思い出しながら、やりたいなと思っています。アップグレード兵を、ね、波洗う日没を望むこの門に松明を手にした頼もしき女性の姿あり、その炎は稲妻を閉じ込めし者。自由の女神もできましたね、素晴らしい。よし、お、なんか来てるぞ。オランダの首都、仏教が来てる。とりあえずだけど、こうして、ハイランダーは、自由探索で、よし。で、アルセデナとベネツィア、もう神々だけど、ができたので、プラス1体、海洋ユニットができます。なので、これで海軍の補強がね、もろもろできるはずだと思うんだけどな。そうだね。よし、これでハイランダーにできて、ダンディ、ダンディ。エルミタズ美術館ここで作る、いやーちょっとそれよりは、パナマ運河、いるかこれ。パナマ運河、完成すると隣接する雲海区画でいいのかな、が1つまたは2つ自動的に建設される。海洋ユニットが運河の遺産タイルを、通行可能になる。ここを通行する交易路は目的地で得られるゴールドを増加させる。なるほどね。ああ、でもゴールドプラス10はかなり美味しいな。っていうとこだな。まあ、とりあえずここはあれだな。金鉱部を作んないといけないね。世界海から外交による勝利ポイントを4得ました。なんかやったっけ。ノーベル物理学賞もやってんだね。一応我々がダントツでトップだけど、参加者の中で最も高いスコアを目指しましょう。スウェーデンは科学分野の指導力を表彰したいと考えています。どこよりも科学力を復興してください。はい、科学力一応我々が1位ということかな。あ、そしてあれだな、あのポイントが溜まってんな。ここは農場にするって言ってたもんね。はい。で、ピープルスで、港を買おう。港を買って、交易所は買えないな、430円。エジプトより多分なんだ軍事力が上なんだろうね。お、逃げてったな、オランダの使徒ね。お、はい。近代が実際に始まった時期については諸説ある。しかし断言してもいい、それはスコットランドが航空技術来ましたね。
派遣したことから始まりました。1816年、時代スカプラス1。一度でも空を飛んだ者はいつも空を見上げて地上を歩くことになる。なぜならそこに自分はいたことがあり、そこに戻りたいと願わずにはいられないからだ。レオナルド・ダ・ヴィンチだね。航空技術、これで腹ばっきが作れるようになりましたね。それから観測気球をね、区画として、飛行機、飛行場だね、うん、よし、これで飛行機が作れるぞ。うん、あと1よ、これでどうだ。オッケー、倒したね。ではこっちに戻ってきての、体力を回復させて、スターリングなんだっけこの人たち。意見の集約ではなく熱狂と依存の維持、それがマスメディアの効能だ。なるほどね。ブロードウェイが作れるようになったね。まあコルコバートのキリスト像はちょっと必要なんじゃないのかな。文化力プラス4、この年のブロードウェイね、この年の、文化力プラス 20%、文化勝利を目指すんだったら、ブロードウェイはかなり必要な世界遺産じゃないのかな。1,2,3、うん、さてレベルアップができるね。ピンガラ、着任した都市の傑作、書物、観光力よりは、うん、この都市の都市公、うん、いやこれは新しい人を雇ってもいいかな。それか、ユニットが消費する、戦略資源の 80% が減る。闇商人、マグナス、これを、マグナス、闇商人をレベルアップさせとくかな。さて、ダムフリース、ダムフリース、コルコバートのキリスト像ね。ここはあれだな、人口が増えてこないな。うん、だったらキャンパスやっとくかな。社会制度、そうだな、マスメディアまで行ったからショッピングモール、いやーどうだろう、資本主義、うん、いやもう核開発までサクッといって、こうして資本主義行って核開発まで、もうここは一気に行こう。そうだね、うん、でイデオロギーをアンロックすると、スパイを、スパイをもう一人作れるね。それから戦闘動員をアンロックすると、3個の、同種のユニットで大軍隊もしくは、大艦隊が作れるようになりますっていうやつだね。よし、これで、軍をちょっと、増やして強化もしていかなければいけなくなってきたね。それからお金がないからアップグレードもちょっとできていない状態だし、まあ、なのでちょっと一つずつ、クリアにしていきたいなとは思ってんだけどね。まだこう剣士だもん、うん、1,2,3、いやー下の方に都市建てづらいなこれ。生産ダンディ、うん、キリストそうな、世界遺産建てるか。エルミターズ美術館じゃなくてコルコバートのキリストそう、こっち無理、はい、こっち、違う、エルミターズ美術館をここに建てよう。よし、そんでもってモントローズ、パナマ運河、うん、
なんだかんだモントローズまだ2つしかあれがないんだな。じゃあモントローズで飛行場を建てるかね。ここ、はい。何か忘れてる気がするけど、時間飛ばしちゃったな。うん、何か忘れてる気がするけど、また来たオランダ。もうはい、スパイだね。コンゴからお金126ゴールド盗み出しました。 OK、 素晴らしい。でスターリング、ジャイルズが帰ってきたね。レベルアップ爆破誘惑だな。もう帰ってきたんだったらか。防衛活動において監視だね。防衛活動においてその都市の全ての区画が守られる。両方欲しいんだけどな、誘惑も監視も。監視にするか。監視にして他にはこっちに行って、うん、よし。はい。それから君だね。ローナもレベルアップ。ロケット工学、ロケット実験を公開する際に本来より2レベル高い能力を発揮します。これをアンロックしておこう。多分今後は、科学力がすごく高くなるはずなので、うん。ハミルトン、エッセ。では、ゴールドを、うん、盗んでおいて、レベルアップをさせておきたいよね。うん。はい。ちょっと君一回帰ってきてさ、ここに。うん。はい。よしよし、オッケーオッケー。ちょっと回復させよう。あー、いいね。その、海の上の、遊技場みたいなね。この世で最も難しい3つのこと、それは鋼とダイヤモンドを砕くこと、そして己を知ることである。なるほどね。ベンジャミン・フランクリン。鋼鉄でいいのかな。エッフェルト、これで大砲が作れるようになったね。それから製材所の施設の生産力プラス1、都市防衛、あ、施設がこれでもう作れなくなって、全ての都市の、防衛、防御が400となったってやつだね。うん、よし、これでもう、防御施設がどこも作れなくなったね。今作っているので終わり。うん、はいはい。そしてスターリングか。スターリング、うん、エッフェルト、キリスト像、ここに作る？マジで？あんまり作りすぎてもね、しょうがないし。まあまあまあ。とりあえず、マスケット兵を1体作って、うん。じゃあ、スターリングで、うん、防衛をしよう。とりあえずね、スターリングのね。あいつ来る気配がないな。ちょっと一回飛ばそう。うん、よし、これで、あれもできたな。なんだっけ、装甲艦は、このキャラベル船の上位の、船だね。なのでこれを艦隊に、うん、編成しておこう。集結した艦船の船長たちが、船長たちからなんて読むの、番内やら準備完了との、報告が入った。世界初となる艦隊の出動だ。時代スコアプラス3。もう時代スコアあり余ってんだけどな。もう不安しかないなこれ。次の時代。そしてゴールドもう一回行くかな。
うん、エディンバラ、エディンバラ、うん、ちょっと一回労働者を作るか。そしてフォーマー、フォーマーあれだな、考古学者がいる。では石油をとりあえず見えるようにして、次に科学力を、アンロックしていこう。そしてあれだな、アルミニウムも見たい。そうだね。そして水力発電も作れるから、こっちもな、もう先に行っとかないとな。よし、こんな感じでいきますか。うん、さて、すごいこの時代は発展したね。お、来たぞ、オランダの仏教の使徒。はい、バースに目者が入りました。ということでバースで、いろいろ作んないといけないね。どうかな、飛行場を作るか。じゃあバースで、うん、そうしよう。じゃあ飛行場ここだな。はい、代表団、オークランドがいなくなったんだよね。ということはメキシコシティに入れとくか。生産力をさらにプラスとしてやっていきたいな。よし、はいはい、強いなこいつ、この人。もう一体使徒をじゃあ作っとくか。はい、よし。これは変わらず、うん、オッケー。でここまで一回行こう。そしてアバディーン、うん、アバディーン、マジか、世界遺産いる。あー、ここすごいいいね、堀上位作んならここ。いやー、アバディーンないな。うん、そうだね。ダムフリーズ、ダムフリーズ、うん。ハーディソンでちょっと何か作んないとな。観覧車、なかなか大きな発展がなくなってきたかな、そろそろ。研究同盟をしてくれと。まあいいだろう。これで同盟を組んだな。研究同盟レベルプラス1。うん。はいはい、誰かレベルアップしたぞ、使徒。はい、いろいろ選べるようになったな。だったら論客を作っておいて、これあれだな、宗教施設がちょっとあんまり多くないな。ではを倒しちゃおう。これで仏教がまた減ったね、影響力がね。エア、よし、とりあえずこれで軍隊を作れるね。よし、うん、
束ねれば力はより強大なものとなる。初の大軍隊は我らの文明を必ずや守ってくれるであろう。1834年、時代スコアプラス1。時代スコアがめちゃくちゃ溜まっていくな。いや、いいことなんだけどね。そうだな。下の方にいろいろ建てれるっちゃ建てれるけど。金を撫で続けるといい。長い間撫でていれば撫で返してくれるかもしれない。資本主義。ショッピングモールが作れるようになりました。ゴールドプラス2、電気供給にを、なんていうんだ、できるようになったら快適性プラス1ってやつか。観光力プラス4、金鉱部が複数あっても1つの都市で1回しか建てることができない。どこかに1つ建てれればいいよね。また今後からお金が取れたね。素晴らしい。さて今後ね、ロケット工学を、レベルアップしてるから、科学者、科学技術、これをレベルアップしていこう。そしてハミルトン、ハミルトンもまたお金だな。お金よし、 OK。それはいいとして、あと一ターンでとりあえず戦艦になるな。次の時代に行ったらいろいろアップグレードとかした方がいいかな。このまんまだとちょっとなーっていうとこだな。大阪アーツを作ったな。クリスティーナ。工学とは自然界に秘められた大いなる力を人類の都合に合わせて役立てる技術である。生成技術。これで戦艦が作れるようになった。そして、ユイっていいのかな、石油を取る施設だね。それから石油、戦略資源の石油が見れるようになりましたというやつだね。さて偉人をとりあえず獲得。大帝徳、2タイル以内にある現代および、原子力時代の海洋ユニットの戦闘力がプラス5になります。レベル1を持つ戦艦ユニットを瞬時に完成する。ターン前石炭プラス1。素晴らしいじゃん。よし、じゃあ退職させよう。戦艦ができたね、これで。ということは、君たちも戦艦にアップグレードできない。1890ゴールド、全く足りない。そして新たな、資源、石油が見えるようになったね。石油、もう一つは、あら、ここか。なるほど、他に石油はここにある、一つね。下の方に石油はないな。立てなくてよかったな。じゃあ上の方にも、どうかな。カナダの方にもまだ見えないな、石油がね。わからないな。わからないな。まあしょうがないな。ここゴルフ場建てられるな。これでレベルアップもできる。はい。さらに、では今後で、ゴールドよりもロケット工学を盗む、技術ブースト、これをやってみよう。多分崩壊させるでもいいけど。よし。まあとりあえず今回はこの辺かな。時間もちょうどいいのでね、次回またこれの続きをやっていければいいなと思っていますよ。とりあえず科学は今後が1位、我々は3位だね。まあほぼ均衡してるよ。
そうだね、文化は我々が1、制覇、軍事力は我々がとりあえず1位だな。軍事力1位だ。うん。宗教はオランダが1位、我々は7位。まあね、広げてないからね。外交もとりあえず1位。まあどうなのかな。うん、まあね、ちょっとずつね、いろいろと発展させていければいいなと思います。それでは今回はここで終わりたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。